はい、羽田空港のねプレミアム通路利用してみます。これね AB のところにもあるんですけど、 CD のところでもね39番っていうなんかどこか前は柱番号かなんかあったと思うんですけど、ね、うん、このプレミアムチェックインがありますね。ちょっと連休最終日にね、結構もう一番混雑する時間帯超えましたかね、7時半ぐらいです。はい、プレミアムチェックインです。入ってます。はい、こんな感じでプレミアムチェックインね、うん、あんまりね並ばないでもね行けます。プレミアムチェックインね、連休で並んでてもね、はい、誰もいないですね。はい、使います。プレミアムチェックイン抜けてきました。普通のチェックインですね。これね横に行くとね、全日空のラウンジがあります。プレミアムチェックインをね通れる人は、全日空のラウンジも行けるんですが、まあ、プレミアムチェックインはしましたけど、ラウンジを使わずに、ね、カード会社のラウンジに行こうかなと思います。カード会社のラウンジね、こっちの方角ですね。結構カード会社のラウンジはねゴールドカード以上持っている人は結構入れます。あとねアメックスカードをね持っている人はね、アメックスカードはね2人入れるんですね。あとはいろんななんかラウンジのなんかゴールドカードを作るとラウンジのカードはついてくるようですけど、まあ基本はねゴールドカード以上ということですね。15時5番乗り場のね向こう側にね、これねカード会社のねラウンジがありますね。はい、カード会社のラウンジ、はい、ね、やっぱ第2ターミナルこう乗る人と降りる人がね階層が分かれてますね。はい、カード会社のラウンジに行きます。まあちょっとね10分ぐらいですかね、カード会社のラウンジにね入ります。はい、これずらりとね、まあ大体どのカードでもいいんだろうけど、ね、カードが使えるのとお金を払えば入れるんですね。まあ基本的に飲み放題、あと8時までですね。はい、では入ります。ラウンジに来ましたけどね、ラウンジを見てるね、飛行機乗り場に行ってます。トイレもねそれがおしゃれでしたね、いろんなこう雑誌がこう見れたりね、昔はこう公衆電話